皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。この動画ではギターを弾く時の姿勢とかフォームとかそんなようなお話をつらつらとさせていただこうかなと思っております。もう少し具体的に申しますと、ギターを弾いてると肩が凝ってしまうとか背中が痛いとか、もしくは疲れてしまってね、1時間以上ギターを弾いてると体が疲れてしんどくて辛いんすわっていう、そういう方に向けてつらつらお話をしてみようかなと思うところなんですけども、まあもし皆様がですね、ああなんかそういうの思ったことあるわみたいな感じで心当たりがありましたら、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなというところでございます。よろしくお願いいたします。まあ見てわかる通り、かなりのんびりまったり進行なので、あまりせかせかせずに本当楽しんで、参考にしていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。で、今、大きな画面とか、大きなモニターとかで、もし皆さんの動画、ご覧いただいておりましたら、無駄に、高画質で配信しておりますので、歯車マークから、ぜひ、高画質チョイスしてみてくださいませ。全然その必要ないのに、4K60fps というですね、超高画質でお送りしております。よろしくお願いします。マジで無駄。全然無駄。ではでは、結論から申しますと、結局のところその体のコントロール力の向上っていう話になるんですよね。個人的にギターを弾くという動作もですね、もうスポーツとかと全く一緒で、体のコントロール力をどんだけ上げられるか、その体の操縦力、操縦術、そういったものの修練度、熟練度をどんだけ上げられるかっていうところがですね、一番のキー、要になってくるかなと思うんですよ。で、ちょっとね、こういう話をするとですね、皆様にとっては斜め上からボールが飛んできたみたいな感じで、おいおい、滝沢、俺はそういう話を聞きてんじゃねえんだよ。もっとこのギターの左手のこのフィンガリングの持ち方とか、構え方とか、ピックの持ち方とか、俺はそういう話は聞きてんだよっていう風になるかもしれないんですけれども、ちょっとね、騙されたと思って、とっても大事なところなので、ちょっとこの動画をお付き合いいただけたら、騙されたと思って、ちょっと聞いていただけたらすごく嬉しいなというところなんですけれども、まあその修練度が低いと何が起こるかっていうと、まあボールのコントロール力がね、悪いと、なんかあそこに投げようと思ったらトンチンカンの方向にボールが飛んでてしまったみたいな感じで、まあフィンガリングしようと思ったら違う弦弾いちゃったとか、ピッキングしようと思ったら違う弦ピッキングしちゃったみたいな感じで、まあそういったね、ニアミスが起こることはまあもちろんなんですが、それよりも一番大きな問題としては、余計な動きが加わってしまうっていうところだと思うんですよ。余計な動きが加わってしまう。本来1の動きをやればいいところを、なんか1以外に付随していろんな筋肉が動いてしまって、その動きは2とか3とか4とか出てしまうと。で、その2とか3とか4とかの動きが邪魔だから、それをさらにねじ伏せようとして余計な筋肉がかかってしまって、さらに倍増して7、8、9、10の。力が加わってしまう。それがその体の負担となって、肩こるわとか疲れてしまうわにつながってしまうと、本来ならば1動かせばいいんだけども、10になってしまって、ううっていう風になってしまうということがですね、一番大きな弊害だと思うんです。で、僕自身昔から動画の中でいいフォームとは何かという話を結構してるんですけども、で、いつもね、いいフォームっていうのはですね、楽に弾けるフォームっていう話をしています。それは今でも変わらない。いいフォームっていうのは楽に弾けるフォーム。でもこの楽に弾けるフォームっていうのを言い換えると、体に負担のかからないフォームとも言えるし、効率的な動きができるフォームとも言えるわけなんですよ。それが体の負担かかるだったりとか、非効率的ってなると、結局その違う、いらない動きとかいらない筋肉の使い方とかをしてしまって、余計な遠回りをしてしまうということになってしまうので、常に皆様に頭の中にまず置いていただきたいのは、楽に弾くこと、体に負担をかけないこと、効率的に動かすこと、この3つをすっごい意識してやっていただけたらすごく嬉しいなというところです。で、そうだな、ちょっとまあ、例えばですけども、今僕、椅子に座ってます。で、すごいリラックスして、もう力が加わってません。まあ、尻は蒸れますけれども、別にずっと座ってても何の問題もないぐらい、結構椅子も柔らかいんで、全然何も問題ないぐらい、とても今、楽ちんなフォームです。で、ここからギターを構えるとなっても、全く変わんないんですよ。その、座り方が。で、ギターを弾くとなっても、その、全然変わんない。わかりますでしょうか？普通に椅子に座ってます。で、ちょっとよく見てください。僕のこの体全体の動きを。で、ここからギターを持ってきますよね。そうすると、こんな感じ。で、ギターを弾いてても、
こんな感じになるわけですけども、どうでしょう。まあ見てて、すごい楽そうに弾いてるっていう印象ありませんでしょうか。こんな感じのイメージです。で、これの悪い例をやってみると、構えた瞬間に、この体の軸、体幹がですね、このネック側に傾いてしまったりとか、あと前に傾いてしまったりする方すごく多いんですよ。皆さんもちょっと今試してみますか。よかったらギター持って、ギタリストだと思うので、普通にエレキギターでも漕ぎでもいいので、椅子に座った状態で普通にこうリラックスしてます。リラックスします。で、その状態からこのギターをボンと持ってきて、で、この椅子に座ってる状態と全く変わらない。ギターを持ってる時と全く変わらない感じです。で、そこからこのね、C コードとか G コードとか、弾いてみても全く普通に座ってる状態と体の状態は変わらない。こういうのでちょっと目指していただきたいんですけれども、まあ構えた時にちょっとこの体が、あ、傾いたぞっていう風に思う方は結構多いかと思います。それらをですね、ちょっとこの矯正していこうよという、趣旨の動画です。で、結構ね、いろんなステップがあって、正直なところですね、そのギターの構え方とかに関してはですね、結構もう高度なステップに踏んでいくので、なんかね、イメージとしてはね、結構ね、ステップ3とかステップ4とかまで行かないと、ちょっとそこの話までたどり着けないんですけども、とりあえず今日はですね、ステップ1の、むちゃめちゃ基本的な体の動かし方、体との対話の仕方という話をちょっとさせてくださいませ。ギター置いていただいて大丈夫です。すごい、遠回りなんですけども、でもこれね、とっても大事なところです。今、ギターを持って、あ、体の軸ブレてるわって思った方はですね、もう、四六時中、日常生活から自分の体と、この、対話をする、そんな癖をつけていただくと、すごく良いのかなと、思います。体と対話をする。そうだな、どっちから先に行こうかな。先にこっちから行ってみようかな。一個、一緒にトレーニングをしてみていいですか。体のコントロール力トレーニングでございます。これ、ぜひ覚えておいてくださいませ。椅子に座ります。立っててもいいです。ただ、地べたはダメです。普通にこの、座って手をダラーンとぶらつけたときに、手がね、地面についたらダメなので、地べたはダメなんですけども、椅子とか立った状態にちょっとこうね、ブラーンとしてくださいませ。ブラーン。で、この時に、肩から指先まで全く力を入れてない状態です。で、この、ちょっと右肩から行きましょうか。肩から腕がぶら下がってます。もう肩っていうパーツからもう腕っていう紐がぶら下がってるみたいな、そんな感じのイメージです。ほんとこんな感じ。肩から右腕っていうパーツがぶら下がってる。で、この状態で左手でチョンってこの右腕を揺らしていただきたいんです。まあ実際こんな軽くないからね、こんなブランブランはしないんですけれども、左手でちょっとこうね、こづいてみると、まあある程度このブランブランと向こうに揺らしてみたりとか、後ろとか。前とか。まあ、この紐のような感じで、ちょっとしなったりとか、なんかこのブランブランする感じ。これをちょっとね、意識していただきたいんですよ。理想としてはね、誰かにやってもらうのが本当はいいです。皆様がちょっとこう両手をブランブランするから、誰かにちょっと腕揺らしてみて、みたいな感じで言って。で、腕を揺らしてもらうときに、もうどっちでもいいです。この手を引っ張って、ここからこのブラーンって垂らすでもいいですし、なんかこの前とか横とかにこうね、押したりとか引いたりとかでもいいですし、ちょっとこうね、誰かがもし手伝ってくれるならば、なんかいろんな方向にこの手引っ張ってもらったりとか、するっていう練習をしてみてください。もしそれが難しいときは、自分で片方の手で、ちょっとイメージでこんな感じでやってみてください。で、この揺らしているときにですね、もう肩から力が入ってしまっている方はですね、悪い例1としては、まず動かない。動かそうとしても肩に力が入ってうーってなっちゃう。これ良くない例1。で、良くない例2としては、押したはいいんだけども、ここで止まっちゃう方。意外とこう動いた時点で肩にもう力が入って、そこを固定しようとしまって、しようとする。固定しようとする力が働いてしまうと。これまた良くないです。もうどこの方向にいたとしてもね、さっきの紐みたく。肩から、この紐っていう、腕という紐がぶら下がってて、で、それを左手でこのブラーンとしたら、ブランブランブランする。このイメージです。できますでしょうか？意外とこれね、できない人多いんですよ。意外と。で、ここからね、もう一つ、踏み込みます。ここがまた難しい。肘を曲げてください。
右腕の肘、こうやって。で、肘を曲げるときに、この腕っていうパーツって意外と結構重いので、そこそこ筋肉使うんですよね。そこそこ筋肉使うんです。でもやっぱり人間の筋肉ってすごいね、大きいからさ、すごい優秀だから、そんなに力を入れてる感覚はないんだけれども、一応この腕を上げるときにですね、この胸のこの辺の筋肉をですね、うっすら使ってるんですよね。この感覚をですね、すごいめちゃめちゃこの体と対話をして、あ、この辺の筋肉使っていくかなとか。この辺使ってるなとか。めちゃめちゃこの観察をしてみてほしいんです。で、肘を曲げた時に肩が上がってしまったりとか、手首が上がってしまったりとかせずに、肘だけ動かす。肘だけ。そうするとまた同じように肩から紐がぶら下がっていて、でちょっとこの肘が曲がっていて、で幽霊みたくこの裏飯やーみたいな感じでこう手がぶら下がっている状態になると思います。で、ここでさっきと同じような感じで肩を揺らしていただきたいんです。これがね、めっちゃむずい。さっきと一緒です。この肩から紐ぶら下がってます。腕という紐がぶら下がってます。ただこの肘は伸ばさない。肘は曲げただけ。ここの筋肉だけ使う。他の筋肉は使わない。で、右肩、ちょっと肘を曲げたら左手でブランブランさせてみると。押してみたりとか、引いてみたりとかでもいいです。で、本当は、ね、自分がこういう風にやって、誰かに引っ張ったりとか、なんかこう揺らしてもらったりとかするのが本当は一番いいです。ちょっと自分の片方でやると結構難しいんですけれども。もし手伝ってくれる人いたらね、ちょっと手伝っていただいたりとかして、もし難しければ自分でちょっとイメージをつかんだりとかしていただいて、こんな感じのトレーニングをちょっとやってみてくださいませ。これがね、意外とね、難しくて、今、パッとやって、あ、できたっていう方はね、そういう体のコントロール力なかなかだと思います。なかなかうまくいかねえぞっていう方はですね、ちょっくら、体の対話をするという癖をつけるといいのかなっていうところです。はい。そのトレーニング方法でした。で、そうだな、今日のその動画で言いたいこととしては、体の対話、体の観察をもっともっと深く、四六時中していただきたいというところなんですけども、今ちょっとこの肩ブラブラトレーニングはちょっとさておき、ちょっと練習してみてくださいませ。上手にできるように何回も何回もやってみてくださいませ。自分の体と対話をして、どこの筋肉を動かせば肘だけが動かせられるのか、肘だけを固定することができるのか、どこの力を抜けば、言葉ではもちろん言えないんですけども、こういう風にすればなんかうまくいくような気がするぞ。あ、なんか掴んできた。あ、こんな感じかな、こんな感じかなっていうのをひたすら練習してみてくださいませ。もうね、常日頃体と対話するんですよ。常日頃体と対話する。もう朝起きた瞬間から、なんか首の角度どうなってるかなとか、枕と首の当たり方、そして首の角度どういう風にやったらもっとこの負担かからないかなと、今その自分の体の調子はどうだろうかと、なんか肩が凝ってるのはなんでかな、ここの角度が悪いからじゃないかな、こういう風にこのね、枕を当てればこれでいいんじゃないかな、みたいな。で、普通に日常的に歩いてる時もですね、この今歩いてるこのフォームは、なんかもっとこの楽なフォームないだろうかと。なんか背中が曲がってたらもちろんね、その背中に負担がかかるので、もっとこの背筋を伸ばして、なんかもっとこの足を出すだけっていうなんかね、楽なフォームないだろうかとか。あと、カバンとか持つ時もですね、そのカバンが、まあ、リュックだったらこの両肩にまあかかってるし、肩掛けバッグだったら肩にかかってるわけじゃないですか。このカバンが、なんかこう、体になんかどういう風に負担がかかってるかなと。どの位置にどういう持ち方をすればこのカバンが体にもっと負担なく効率的に楽に持てるかな、どういうふうに歩けばいいかなみたいな。で、何か物を持つにしても、体に負担かかってないだろうかと、もっとこの効率の持ち方ができないだろうかと、余計なところに力がかかってないだろうか、なんかそんなことをですね、もう常日頃考えながら、常日頃観察しながらですね、体のこの対話力、体の観察をね、すごいしてほしいんですよ。で、さっきのこのブラブラの練習がちょっと苦手だなっていうふうに思った方ほど、毎日毎日そういう体の観察をしてみると、意外とね、あれちょっとなんかすげえめちゃめちゃ変なところに力入ってるぞっていうパターンすごくあるかと思います。そういったものの蓄積で、まあその肩こりとか腰痛とか起きてしまう、まあ要因の一つになっていると思うんですけれども、なんかね、そんな感じで、その体のね、観察をね、ひたすらするっていうね、練習をね、ちょっとね、常日頃していただきたいんですよ。そうすると、自然と、なんかこうね、体が、なんだろうな、負担かからない
フォームになってくるというか、どういう体の使い方をすればその楽に動かせられるかみたいな、なんかそんな感じになってくるんですよ。で、それらがね、それらがそのもっとこの修練度が高まっていくと、まあ結果的にそのステップ4ぐらいにそのギターの持ち方とかもあったりとかするんですけども、意外とこのステップ1、今日のその話をですね、わーっと毎日毎日実践していただいて、なんかもっとこうね、自分の中にその取り込むことができたならば、自然といろんなものが解決してくると思うので、ちょっくら、今日ここまでせっかく動画を見ていただいたならば、明日からですね、四六時中、もう自分の体、いや、もう明日からじゃない、もう今から、ソファに座ってらっしゃったら、そのソファに座ってる、その尻の沈み込み具合ってどうだろうかと。もうちょっとこの尻が、なんだろうな、この浅くとか深くというか、こういう風になっていったら、その体の、このね、ソファと体が密着して、すごいいい感じになるんじゃないかなとか。もしそのソファに座っているときにその体が傾いていたならば、その体の傾きによってそのね、すごいこのソファに体全体が預けられたら別にいいんだけれども、なんかどっかで腰で踏ん張ってないかなとか。で、この踏ん張ってしまっていることによって、ちょっとこの体に負担かかってんじゃないかな、この筋肉が張ってんじゃないかなとか。なんかそんなことをですね、歯を磨くときもですね、その歯ブラシを持つときにその肩が上がってないかなとか。歯ブラシするときに、まあ、電動歯ブラシだったら、まあ、単純にそう持てばいいじゃないですか。その、これ、ウィーンって。で、このときに、その、すげえ悪いフォームすると、まあ、こういうのとか。これ、めっちゃ無駄じゃないですか。で、歯、普通に手動でこう、バーっと磨くときでも、そのね、歯ブラシの持ち方、どういうふうに持てばもっといいのかなとか。これがそういう悪いフォームに行くとすると、この歯がこの上に来すぎても、これも結構疲れますよね。その持ち方、もしかしたらこのグーで持ってる人いらっしゃる、かもしれないんですけども、グーで持とうとすると結構腕を上に持ってかなきゃいけないから、そうじゃなくて腕を、このね、肘を下に持ってこれるように、もっとこう筋力を使わないフォームがあるかもしれない。で、この手首をしっかり使うことによって、指先だけで、逆さができるので、こういう動きをしなくてもいいかもしれないとか、で、寝るときもですね、その体と、その布団がどういうふうにフィットしているのか、枕と首はどういうふうにフィットしているのか、そういったことも、ね、すげえこの考えながら、やってみていただきたいんですよ。で、それらが上手になってくると、自然と日々の暮らし方が上手になってくるというか、そんな感じになってくるのかなというところでございます。ちょっと漠然とした話ですけれども、私が今回言いたかったことはそんなところです。ぜひ今日から、チャレンジをしてみてくださいませ。ちょっとね、手前味噌ですけども、私のその経験の話とかもさせていただきますと、まあ、やっぱいろんな人と話をしているとね、その辺になんか割と僕と皆さんの違いがあるのかなっていうふうに思ったりとかしてまして、僕はもう常日頃ね、その体に負担のかからないフォームっていうのをですね、すっげえ意識してるんですよ。もうむちゃくちゃ意識してるんです。例えばですけども、まあ、お店で、まあ営業していると、まあ洗い物とかたくさんするわけなんですけども、その洗い物とかってさ、もちろんこのかがまなきゃいけないからさ、結構その腰とか首とかに負担かかるんだけども、その、単純に背中からこうやって丸めるとね、結構背中に来るんですよ。けどこれをね、どうしたらいいかっていうと、わかるかな？このシンクがあって、シンクにね、ここに寄りかからせるんです。わかりますでしょうか？もうシンク、もう僕のこの体があるじゃないですか。僕の体があって、こうね、洗い場があって、このね、体を曲げてこういう風にやるんじゃなくて、体はまっすぐなんだけど、シンクにね、こう寄りかかるんですよ。わかります。そうすると、背中が曲がんないんで、その腰が痛くなることもないですし、あと別に寄りかかってるだけだから別に疲れないですよね。どっかに力が入ってるわけでもなく。別にこうパーッと、その体をまっすぐな状態にして、真空に寄りかかって、で、そこからその腕をこのぶら下げるっていう形にして、まあその洗い物をして、で、洗い物するときもその肩を上げたりとかすることもなく、本当にこのさっきのこの動作ですよね。この動作でやってるので、肩とか腰とかにその負担なくその洗い物をすることができると。で、包丁とかを使うときは全くそうです。その真空にこの体を寄りかからせることによって、その肩とか腰とかに負担かからないようにしている。で、車の運転とかもそうですね。車の運転とかもあんまりこう、なんだろうな、その背中を張りすぎないように、できるだけそのゆったりリラックスした状態でその運転できるためにはどうしたらいいかな、みたいな感じで、まあ、今のフォームがあったりとかするわけなんですけども。そんな感じで考えていくと、結構ね、カバンの持ち方とか、階段の降り方とか、あと、スマートフォンの持ち方とかもそうだな。スマホの持ち方。結構、よくあるのが、片手でさ、こうやってさ、スマホ持ってさ、こうやって親指だけ操作する人いるじゃないですか。これね、個人的になんですけどね、僕ね、すごいここと親指にすげえ負担かかるなと思って、できる限り下げてるんですよ。
スマートフォンを操作するときはですね、僕のスマートフォンの操作ね、僕のやり方ね、僕のやり方は、その左手で持つんですけれども、このね、まずね、この上げすぎない手を、だからこうやってね、できる限りこうね、下の方を持つ。そうすると画面が上の方に来れるから、この画面を上にしたいがために、こうやって肘を上げると、ここにすげえ負担来るので、できる限りその指先でこう持つ。で、片手で操作すると、すごい、またこの親指に負担かかるので、必ず片手で持ったらこう持つ、こう操作するみたいな。で、できるだけ画面をその、こういう風にして、そのね、首を曲げるんじゃなくて、できるだけその、まっすぐにして、目線を少し落とすだけで画面が見えるようにしたいと。首を曲げたくないんですよ、首を。こうやって。だから本当に操作の仕方としては、こんな感じですかね。こういうことです。できるだけ腕を上げずに、腰を曲げずに、首を曲げずに操作するみたいな。で、やっていくと結構その体の対話が上手になってくると思うんですけど、どうでしょうか。個人的にちょっと皆様の中でそのスマートフォンをこうやって片手で操作している方いらっしゃいますかね。僕これね、なんかね、すごいなんかね、負担くる気がします。なんか単純にこのスマートフォンの重さで、なんかね、腕がなんか筋肉がなんか固まる感じもすごくするし、なんかこの親指をこうやって動かすことでなんかね、ここにすごいなんか負荷がむちゃくちゃかかってる気がして、結構これ怖いんですよね。まあそんな感じでそのスマートフォンの持ち方の話でしたけれども、いろいろとスバーってこう見ていくとですね、結構いろんなところに日常的にそのね、なんかその体の負担がですね、転がってるんですよ。そういったものをですね、いろいろと敏感に感じ取って、どういうふうに動かしたら、どういうふうに持ったら、どういうふうにこの筋肉を使ったら、体に負担かからないかな、みたいなことを考えていただくと、結構いろいろとヒントが見えてくるんじゃないかなって思ったりとか、します。はい。そのところでございます。今回の動画も長くなりましたけども、ギターを弾くときの姿勢とかフォームっていう話をした割には、ほぼ出てきませんでしたが、ステップ1として、体との対話をしっかりする、体の観察をする、そして負担のかからないフォーム、余計な動きのかからない、そんな動きをですね、目指していただけたらなというところでございます。よろしくお願いします。では、そんな感じで、この動画見終わった直後から、ぜひ、チャレンジをしてみてくださいませ。もし皆様の方で何かご意見、ご感想、リクエスト、その他もろもろありましたら、ぜひコメントの方に残していただけたら嬉しく思います。この動画ももし好評いただけたら、ちょっと続きでですね、ギターの持ち方の方までもうちょっと実践的な話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。それでは、また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。じゃあね。